こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は我が家で使っているじゃーん、このね氷枕を紹介したいと思います。はい、あると便利ですよね。結構急な発熱とかってね困りますよね。はい、そんな時にこのね氷枕、昔ながらのね氷枕なんですが、これが一番便利ですよね。はい、こうやってね口を開ければこの中に氷と水を入れて、こんな感じになってますね。口の中に氷と水を入れて、またねキュッと閉めれば、すぐにね使えるのが本当に便利ですよね。はい、こういうねアイスのもあるんですが、ずっとね冷凍庫に入れとくのも結構大変じゃないですか。冷凍庫のキャパもあるのでね、こういったねアイスのみたいのもあるんですが、基本的にはこっちの方がね使いやすいですね。アイスの、はい、これダンロップのタイヤメーカーが作ってる氷枕ですね。すごい、さすがねタイヤメーカーとだけあって、ゴムがね分厚いんですよ。で結構長年使ってますが、まだ全然水漏れもせず使えるので、本当に便利ですよね。結構薬局さんとかでね売ってますね、この氷枕。はい、ということで今日はですね我が家で使ってるね氷枕、こういうねアイスのとかですねの紹介でした。ご清聴ありがとうございました。